回送、回送とは、鉄道車用、バス、自動車などを空のままたの場所に移動させることである。コンテナ輸送に用いるコンテナにも回送を用いる。航空業界の場合、航空機の回送は、フェリーフライト、または、フェリーと呼称される。また、航空業界では、航空機乗務員の空港間移動も、回送という、回送中の車両は回送車。 鉄道車両の場合は特に回送列車と呼ばれる。回送は無乗客のままで運行するので、当然旅客収入は得られない。回送が多いことはそれだけ、運用効率が悪くなるため、交通事業者は回送をどれだけ減らせるかが課題になっている。以前回送だった列車を営業列車に変更した例もあり、実際にホームライナーは、 上野駅に到着した特急列車を東大宮総車場まで移動させる改送運用に客扱いしたのが始まりである。車両に乗車できないことを旅客に示すために行き先表示器などに改装のトインサービスなどと表示する。古くは非営業の表示も使われていた。早朝の営業運転前に改装表示のバスが各営業所に職員を送迎することもある。 回送の英語表記は事業者によって異なり、JR の大多数や京王電鉄などはアウトオブサービスだが、西武鉄道や小田急電鉄、東京メトロや東急電鉄などはノットインサービスである。東武鉄道は校舎を採用しているが、駅構内の発車表では当駅止まりだと、全車、回送電車だと校舎を表示する。京成電鉄は AE 型のみ、ノットインサービスと表示しているが、 発車表は、フォワードである、京成バス及び、分車前の京成電鉄のバス事業においてもかつては、フォワード表記であったが、方向幕を LED 表示で置き換えた際に、ソーリー、アウトオブサービスとなった。回送表示の一例、回送、試運転表示の JR 西日本221、軽電車の種別幕中国鉄道では、回送列車の番号の前に、 例を追加すいた総合車両所ならっ所属の221系電車では回送と試運転の二つの方向膜を一体化した回送、試運転膜が導入された。山陽電気鉄道でもごく少数の3000系が装備している。一部のバスでは、すみません回送中ですや、ごめんなさい、回送中ですなどと表示される場合がある。すみません改装中ですは、南部バス、岡山電気軌道。 両備えバス、函館バスなどで使用されている。宮崎交通では、すみません改装中ですを使用している中で一台だけ、すんませんと宮崎弁を用いているバスが存在する。これらの表示は、通常の改装表示とは別に用意されており、使い分けは運転手の判断に任せられている。これらの表示でなくとも、英語表記に、総理を含む事業者も、 前述の形成バスを含め例が存在する。これ以外にも、階層表示を利用して、広告、告知等の別表示を行うケースがいくつか存在している。ボタン式実空車表示器の例。赤いボタンを押すと階層に切り替えることができる。基本的には実空車表示器に表示させるが、法令等では階層版と呼称されることが多い。これは、かつての実空車表示器の中には、 階層の表示を持たないものがあり、また実空車表示器がない時代は、タクシーメーターのレバーで空車を表示していたこともあり、ベッド版を検出する必要があったことに由来する。実空車表示器で表示するようになった現在でも、階層版を備え付けている車両があり、実空車表示器の故障時等に検出する。実空車表示器のボタンあるいは、つまみを操作すると、空車表示から切り替えることができる。 つまみ式の場合、回送空車貸し切りのようにつまみをスライドする方向と表示が書いてあるステッカーがつまみの上に貼られている機種もある。ボタン式の場合は、表示ごとにボタンが分かれている機種と押すたびに順番に切り替わる機種がある。ボタン式の場合かつタクシーメーターとの組み合わせ次第ではメーター側から切り替えることができるものもある。また、タクシーメーターによっては実空車表示器が 階層表示していたことを記録することができる機種があり、これによって事業者は不適切な階層表示の使用を把握できるようになっている。実空車表示器が階層を表示している時にメーターを実写にする、あるいはメーターを実写にしてから実空車表示器を階層に切り替えるのと同じ操作をすると、大抵の実空車表示器は予約や予約者と表示する。この表示は 無線等で廃車され、弊車で向かった後、乗客の乗車予定地点に到着後に、乗車予定時刻から5分後までに乗客が、乗車予定地点に現れなかった場合に切り替える、表示である。例として、乗車予定時刻から10分後に乗客が乗車した場合、メーターは乗車予定時刻から5分後に実車となっているため、初乗りから時間制運賃にして5分、多く加算された状態から乗車となる。 タクシー業界では、業務上の因語として、海装とかけて、わかめと呼ぶ場合もある。航空業界では、連続するフライトで構成される一つの勤務日程を任務とし、任務調整のために乗務員が空港間を移動することも、海装という、コンテナ輸送は、輸送や荷役の規格化、効率化をもたらした一方、 ソラコンテナの改装や保管は利益にならず費用負担が大きくなることからソラコンテナのコストの最小化が課題となる。ありがとうございます。